今日は10月最後の日です。ハロウィンです。ハッピーハロウィン。そして11月からの楽しいお知らせをここ初出しをしようかなと思っていますので、初出し情報解禁ということでいきたいと思います。アチューさん、ゴールドメロー、ハルハルイングリッシュさん、ハルハルディズニーイングリッシュさん、ソフィメロー、ライム DW さん、ブランドメロー、ミカママさん、ワイモリさん、ワイモリイチさん、おはようございます。グッドモーニング。今日はですね、ハロウィンですね、皆さん。ハロウィン、あきこさん、おはようございます。私だけでしょうか、毎年9月後半ぐらいからハロウィン盛り上がってくるじゃないですか。で、9月ぐらいからハロウィンしなきゃしなきゃってなって、結局、あ、パーカーバージョン、そうなんです。あの、実はね、これ3回目ぐらい聞いてるんですけど、そう、しれっとね、秋の服に冬服に変えております。はい、そうそうそう、皆さんどうでしょうか。もうね、毎年そうなんですけど、10月最終週はもう結構息切れしてる感じありません？ハロウィン。もうやり尽くしたなっていう。で、結局当日、結構もう燃え尽きてるっていうね。だから私ももう、ハロウィン今日なんですよ、本当はね。本当は今日なんですけど、いや、ぶった切って全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。ありがとうございます。今回ちっちゃめで行きました。わかります？わかりますよね。もうね、これだんだん早くなっていくじゃないですか。だんだんダイソーはね、もうなんか、9月上旬、もう8月から出てましたよね、普通によく考えたら。夏休み終わりぐらいからもう出だすじゃないですか。もうね、ひいひい、もう楽しみまくってですね、もう完全に燃え尽きてますね。今日はなんかもうハロウィンは、もういいやっていう感じは皆さん同じでしょうかね。はい。でも今日がね、実はハッピーハロウィンということで。で、あれですね、ハロウィン31日なので、今日は月末でございます。皆さん、もう席はクリスマス。いや、ほんとそうですよね。そして締めのは本当ですね。で、そのうちなんかね、2月って何でしたっけ？2月の、桃の節句？違う、2月ね。2月、あ、節分か。ね、節分ももう、ね、節分の、あれも、もう12月に出ますよね、広告がね。もう早い早いっていうことで。月末です。月末の振り返り、皆さんしましたか？皆さん、私もね、今月してないんですよ。皆さんしました。あ、バレンタインもですね。あ、忙しいですよね。もう本当に。皆さんしましたか？よいしょ。そういう意味ではですね、私もあれですね。やっぱそういう、なんていうの、物を売る人とか、イベントする人とかってもう先考えるんですよね。早めにこう出してね、お知らせして楽しんでもらいたいから、どんどん先出ししていくんですけど、そういう意味では私もですね、私もそうですね。だからこのレッスンとかも1ヶ月前、もう長期的に、もう3ヶ月前ぐらいから、この月はこれしてこれしてみたいな、っていうのを考えてるから、もうだいぶ前から考えてるんでね。なんかね、もうね、本番を迎えた時にはもう次のこと考えてるみたいなことがあるんですけど、そうなんです。だからね、私も今月は子供たちでいっぱいハロウィンはもう楽しめて、もうちょっとお腹いっぱいということで、私の気持ちは11月にも向かっております。はい。で、11月に楽しいですね、ちょっとイベントを企画していますので、それをね、今夜、LINE に登録してくださっている皆さんにはお知らせをするんですが、明日の朝待ちラジオ、ちょっと私出張でちょっとですね、出かけなきゃいけないということで、はい、新幹線の中におりますので、今日、フライングでお伝えしようかなということで、はい、LINE でお知らせしますって言っておきながら、こっちでフライング、お知らせということでしていきたいと思います。11月はですね、はい、1年ぶりの、フォニックスをテーマにした、フォニックス祭り開催、パチパチということです。はい、そろそろね、そろそろ私、フォニックスやりたくなってきちゃいましたよ。はい、この冬、今年はね、冬に多読っていうのをバーってやって、多読をエンジョイ、皆さんとエンジョイして、多読セミナーやって、夏には何をやりましたかね。まあ、CTP をそこからね、CTP な春、夏を過ごし、そして CTP を皆さんとすごく楽しみましたね。春、夏、秋ぐらい、春、夏ですね。春、夏は CTP の、はい、時期になりました。そしたらね、私がね、大好きなフォニックス最近やってないじゃないかということで、またね、気持ちがフォニックスに戻ってきまして。で、去年ですね、実は同じ頃ぐらいにフォニックスのね、イベントっていうか、やったんですよね。
でも1年経ったんでね、去年できなかった子どもたちがそろそろタイミング来てるのかなっていうのと、あとは去年スタートした子どもたちがそろそろもうね、理解して、力試しできるかなとかって、そういうことを思って、ちょっとですね、来月、明日からの11月は、フォニックスを楽しむ皆さん1ヶ月にしませんかということで、はい。楽しいことを企画しております。今日はそれをちょっとお伝えして、皆さんにやりたいなと思っていただいたらね、それを参加していただきたいなと思います。で、何かというとですね、まあ、何から行こうかな。何から行きましょうか。はい。まずはですね、キッズ向け。いつもなんかセットになってるのが恒例になってるかなと思います。まずはキッズに向けたなんかこうプレゼントがあり、そしてお母さんたちにね、夜お話ししてこうね、理解していただくっていうようなセミナーを開催するっていう、2本立てにいつもなってると思うんですけれども、はい。明日かな?明日のインスタに、運営の、エクスプラーの運営の、方がですね、書いてくれている投稿のキャプションにも書いてるんですけど、そんな出しますっていう、ちょっと打ち合わせがざわついたほど、私今回プレゼント多く、はい、作りました。本当に、そこまで出しますまちこ先生っていうぐらい、はい、自分でハードル上げます。ですね、まずは、じゃじゃじゃん。フォニックス初級の子供たち向けに、プリント3枚です。これはですね、SATIPN、最初の6音を、はい、学べる、もう一番最初に、フォニックスをまだ始めた、今始めたぐらい始めようかなという子供たちは、これが、ちょうどです。はい。このですね、ハードル上げましたね。そうですね、あんまり上げない方が良かったな。皆さんに言ってもらう方が良かった。そう、3枚。まずこの3枚ですね。はい。これで、初級の皆さんは、これをやってください。そして、もうやっている、まだやってない人もぜひトライしてみていただきたいんですけれども、次は母音です。フォニックスは母音を、母音がね、結構ね、難しいところでもあり、大事なところでもあります。あ、え、い、あ、う。これね、結構難しいんですよ。あ、正しい、あ、は出せていますか?え、え、ね、愛はね、愛に引っ張られるけど、い、いっていう音がします。はい、このですね、母音をマスターする母音5枚組。はい。母音編。そして母音を使った CVC。consonant vowel consonant CVC。3文字音が学べる、これはプリント5枚です。5枚です。はい。多い。ボリューム。多くないですか?こんなもん?普通1枚とかじゃないですか?もう今トータル8枚来ております。8枚。はい。この3枚とですね。この3枚。そして母音が学べる5枚。はい。5枚ついております。はい。そして、これがね、もう楽勝でできちゃったよと。結構フォニックスあなた分かってるじゃない。すごいじゃない。というお子さんにはですね。もうちょっとレベルアップしましょう。次は、4枚いきます。4枚これはですね、ティーチャーマチコの、テキストにもあり、ティーチャーマチコの YouTube の動画にもあります。はい。音の学習の動画にもある、後半のストーリーです。ストーリーね。かわいいストーリーちゃんが加わっております。このストーリーを、センテンスにしていきましょう。そしてそのセンテンスを完成させましょう。Yes, これは tea story ですね。tea, tiger, tree, tomato town, taxis, trucks, and, なんだ ?taxi, trucks, and, taxi, trucks, trains ね。全部 tea がついていますが、これをここね、ここで切って、貼って、完成をさせて、読みましょう。読める人は読んでください。センテンスも読む練習になります。で、これは T。T がね、すごい可愛いんで。tomato, tree, tiger, taxi, trucks, trains ね。たくさんありますので。T のお話が2枚です。はい。お話が2枚。そして、まだ行く。P。
ピーの話。ピーの話が2枚です。はい。初見のね、初めて見るっていう子供たちは普通に楽しいと思います。もう1回やったよっていう友達は、お友達は復習になると思います。はい。なので、見たことがあるからっていうので、やらないというわけではなく、見たことがあるからこそ、これは復習になりますので、もうね、エクスプラーのね、子供たちとかはね、もうフォニックスやってくれている子たちはもう、ああ、知ってるよっていうことだと思います。でも知ってるからこそもう一回やるとね、定着になります。でね、やったことない子供たちっていうのは、なんだこれは変な、へんてこなね、着物を着た鉛筆ちゃんはということで、かなりね、癖の強い、これはともこ先生がね、一緒に作ってくださったこのオリジナルのストーリーズなんですけど、かなり癖が強いんですよ。なんか気になると。で、気になった子供たちはですね、これを機に、フォニックスのね、テキスト、ティーチャーマチコテキスト作っていただくと、そこでまた登場してくるキャラクターたちになりますので、それの、伏線にもなるかなと。それでね、それきっかけで、フォニックスの興味持ってくれたら嬉しいじゃないですか。はい、ということで、はい、今来ました。12枚です。まだ子供の分しかお話してないですよね。そうです。そうですよ。そうなんです。今日はね、ジャパネット高田を意識してやっております。できてます?なんかあの人みたいに今日は喋ったらみんな楽しいかなと思って、はい、あの人思い浮かべながら喋ってます。なので、皆さん、はい、まずは最初に3枚。はい、フォニックス初級のプリントが3枚です。はい、これだけですか?いえ。まだお付けします。5枚ここに、プラス、母音の、学習ができる母音のプリントが5枚です。はい。まだまだいきます。あ、ちょっと高田っぽくなってきましたね。まだまだ、声高いでしょうね、方ね。まだまだいきます。あと一声。4枚という、4枚これでですね、はい。あらゆるレベルの子供たちがフォニックスを楽しめてしまいます。声が上がっていく高田です、高田。今、高田さんを憑依させてます。はい。ということでね、12枚ですよ。12枚プリントやったら、そらね、すごいですよ。1日1枚やったらですね、12日間これ続きますので、皆さん。はい。ぜひぜひこれ使っていただきたいなと思います。はい。ね。プリント。はいはい。プリントはね、もうね、もうもはや皆さん麻痺してきてるかなと思います。私もね、しょっちゅうプリンタープレゼントさせていただいてますし、まあね、こういう、本当に、いいプリントをね、無料で配布してくれてる先生とかっていっぱいいらっしゃるじゃないですか。はい。なのでね、なんかプリントはね、皆さんもう、もはやの、もらい慣れてきているのではと、ちょっと思ったりしております。はい。フォニックスはなぜかと、ちょっと待って、まだもう一つあった。まあ、いや、行きます、行きます。はい。はい。もらい慣れていることもあるのかもしれないと思います。はい。で、フォニックス何が大事かっていうとですね、音が大事なんですよ。はい。音を聞いて、その音と文字の連動っていうのが大事になるっていうことです。ということで、これはね、そう、ここがざわついたんですよ。連動の YouTube が出ます。はい。このレッスンを、この動画を見ながら進められます。はい。これはもはやですね、これはエクスプロアーのママたちからツッコミが来そうですね。それはもうもはやエクスプロアーのレッスンじゃないかっていうツッコミができそうな感じなんですけど、まあね、ちょっとお試しで、試して、見るっていうような、そんな感じにもなるかなと思います。はい。このプリントをする際に、プリントをするだけでは、フォニックスのね、音のところが聞こえてきません。はい。なので、アルファ波、ちょっと後で読む。アルファ波、はい。11月5日に、YouTube に、私がこれを実際に、レッスンする動画が出ます。はい。じゃじゃじゃーん。これがですね、この12枚網羅して、30分ぐらいの動画ですね。はい。なので、これを見ながらやっちゃえるということです。いかがでしょう?お値段ですか?お値段。お値段は今回無料です!今、高田風にやりました。まだ下がります。無料です!無料です!とか今日私、ジャパネット高田
さんを意識してます。はい、ちょっと うざい感じですいません。今日ちょっと私のテーマでね、あの高田さんなんですいません。ちょっと声も高いし、あれです。うざいです。アルファ波、アルファ波。あの声アルファ波かなんか出て、あ、本当ですか？そうなんだ、アルファ波、私からもじゃあ、あれ、そうなんですね。あれ、さすが人をね、引きつけるあれは、絶妙な声なんですね。高田さんは贅沢すぎる。ありがとうございます。レッスン付き。そう、音が聞けるのがいいじゃないですか。そうなんですよ。はい。ということで、これが11月に出ます。で、11月5日にね、これが、YouTube に出ますので、それと同時に、LINE、登録してくださる方は、これね、LINE の方にピコーンとお送りしますので、受け取って印刷をしていただくと、そういうことになります。はい。これで終わり？いやいや、まだまだ、あります。実はですね、まだフォニックスはちょっと早いんですと。まだうちは2歳です。まだうちは3歳です。いや、まだね、2、3歳でフォニックスは早すぎますね。はい、全然やる必要はありません。はい。ということでですね、そういう子供たちのために、まあ来年ぐらいにフォニックス、来年、再来年ぐらいフォニックスできたら、素敵ですねっていう。あ、いいですね。なんか皆さん、今日、仕込みのお客さんみたいにコメント入れてくださって、なんかみんなでジャパネット高田を作ってる感じがすごい嬉しいです。さやかさん。まだあるんですか嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。あります。まだあります。これがですね、じゃじゃじゃん。アルファベット工作。小文字版。これはですね、これも、YouTube で出ますね。ちょっと待って、私、ちょっと待ってくださいね。離席したらごちゃごちゃが見えちゃうかな。ちょっと離席します。はい、大変失礼しました。大変失礼しました。これはですね、はい、エクスプラーの皆さんには、ね、この前のフォローアップセミナーで発表しましたけれども、作ってくださいという待望のですね、小文字アルファベット工作シリーズというのがあります。今まで大文字だったんですよ。大文字は作ってたんですけど、大文字をみんなね、終わりまして子供たちが、小文字が欲しいですっていう声をずっといただいておりました。はい。で、私も作りたいっていうので、先月ですね、声がガラガラの日がありまして、その日何にも予定がなかったので、ガラガラ声でですね、26文字収録をしました。はい。で、これの、はい。これのですね、これ本当に人気。もう手前味噌だけど、本当に子供たちね、夢中でやってくれます。で、これね、工作、もちろんそのね、手先の、練習にもなりますね。糊をつけたり、ちっちゃい子なんで、ちっちゃい子が、いいので。はい。だけど、これでね、ちょきちょきしてる間に、もうそのね、文字のことを一生懸命考えるわけですよ。ね、C なら C でずっとね、その C のことと向き合うわけじゃないですか。そうするとね、この、なんか文字と仲良くなれるんですよね。私はそれがすごく好きで、大文字とアルファベットクラフトと、今回ね、2024年新作の後のね、小文字クラフトがあります。さすがにちょっとこれをね、全部出してしまうと、エクスプラーのお母さんたちに、どうなってんだってなりますので、はい。まあ、一番最初の A とですね。一文字目。いいスタートを皆さん切ってほしいんで。あとまあね、マチコの M ということで、M。はい。この2文字をですね、みんなが待ちわびてくださってたやつです。はい、欲しいっていうお声がね、本当にあったんですけど、なかなか手がつけられなかったんですけどね、年内の、トゥードゥーリストが1個消化できたので、すごい嬉しいんですけど、はい、A と M、この2文字をですね、めっちゃ可愛いです。マウスなので可愛いんですよ。これをですね、YouTube 無料公開します。はい、なので、このプリントはやっぱりまだちょっと難しいよっていう子供たち、安心してください。こっちがあります。はい。で、もちろんですね、これちびっこだけじゃないですよ。小学生でも楽しめますので、こっちもぜひぜひ工作やってもらいたいなと思います。いくらですか？それは、無料です。こちらももちろんね、YouTube 出しますんで、はい。当たり前なんですけど、これも無料になりますので、皆さん見ていただきたいなと思います。はい。こちらはね、特にこれもプリントがあるんだった。そうだった。これもプリントがあります。はい。これも、プリントがあります。
はい、それついてます。ちょっと印刷も忘れたわ、印刷も忘れたんですけど、それもプリントあります。それが追加でですね、だから2文字分なので4枚ついてきます。16枚でした、ありがとうございます。はい、もう忘れてたわそれ。はい、ということでですね、これはで子供たちはね、だいぶね小文字とも仲良くなれるし、フォニックスとも仲良くなれるんじゃないかなと思います。はい、ぜひぜひこれを機にね、フォニックスって何なんだろうとか、フォニックス、した方がいいのかなとか、そういうねお母さんたちがいらっしゃったら、これをちょっとね使ってみていただきたいなと思います。で1ヶ月ね、11月これで十分楽しめるボリュームだと思うので、やってみましょう。はい、ティーチャーマチコと一緒に楽しくねフォニックスやっていきましょうということです。でこちらは両方とも11月5日に LINE の方に流します。エクスプラーパーク、プロフィール欄のところにありますので、そちらに11月5日のお昼に配信をしますので、皆さん受け取ったらすぐに印刷をしていただいて、やっていただけたらと思います。可愛すぎて小学生男子に作り捨てたいアルファベット、いやー、やってください。マリさん、いや、あの2人ならやってくれます。だって可愛いもん。そう、2人とも可愛い。そうね、小文字はね、曲線がある分やっぱりね難しいですね。大文字は直線じゃないですか。だからね、ちょっとステップアップっていうね、小学生でもね、いかに綺麗にできるかみたいなところをね競ってやってみてもいいかもしれないです。はい、ということで、はい、以上が子供向けのね、キッズ向けのこれはプレゼントになります。はい、ぜひぜひやってみてくださいっていうのが一つですね。はい、そしてはい、これは恒例でございますけれども、お母さんに向けてもね、私お母さんとの時間もすごく大好きです。おうち英語をねされているお母さんというのはですね、やっぱ一生懸命学びをされているわけです。いろんなところでインスタとかでね、情報収集をしたりとか、何がいいのかなとかっていうのを一生懸命情報収集をして、お子さんとねお家でこの やられているわけです。はい、なのでフォニックスについてお母さん自身も詳しくなっていただきたいなっていうのが私の思いですね。はい、これをねなんとなくやっているだけでも何をやらせてるんだっていうことは分かんないですね。はいね、これが何につながるのか、そういうのが分かってるとお母さんもできるじゃないですかということで、はい、恒例になります。11月16日土曜日ですね。はい、9時半から、無料のフォニックス徹底解説セミナーということで、フォニックスをテーマにした無料セミナーを開催します。パチパチー。あ、小文字クラフと一緒にやりたいって言ってます。あ、中石 DWE さんってエクスプラーの方ですよね。ぜひやってください。もうアップされてますね。全文字エクスプラーの皆さんはですね。はい、1ヶ月間和智子先生のお試しレッスンが、そういうことにもなります。確かに和智子さん、そうですね、確かに確かに、そうですそうですそうです。あ、いいこと言いますね和智子さん。そうかもしれないです。はい、これぜひ試してみていただいて、エクスプラーが気になっているお母さんはこれを通してちょっとねエクスプラーの疑似体験ができるかもしれないですね。はい、あ、めちゃナイスパス、ありがとうございます和智子さん。そういうことにもなります。はいはい。で11月16日はお母さんの、フォニックスについて詳しくなっていただくフォニックセミナーがありますので、9時半からズームです。はい、でいつもね最近は皆さんに一手間かかるんですけど、あれですね、一手間かかるんですけど、申し込みをお願いしてますっていうのは100人超えてしまうとちょっと対応が必要になってしまうので、あとは参加してくださっている方がどういう悩みを持っているのかっていうのを知ると、その当日のセミナーに反映をさせやすいので、内容を、はい、お願いします。それを今日の夜のお申し込みをフォームをお送りします。はい、今日の夜にお申し込みフォームと、明日からこの詳細ねの、リンクを皆さんにお送りしますので、ですね、はい。うん、まあ、早い方がいいっていうことは別にないか。でも、まあ、早い方がいいのかな、ですかね。はい。っていうので、はい。母親も仲良くならなくちゃ、母よありがとうございます。そうなんですよ。結局ね、子供よりも私は結構おうち英語されてる方はですね、がしっかりと理解するとなんかね気持ちよく楽ちんにできるのかなって最近思っててね。えマッコさん100、いや今回100人超えるか分かんないんですけど、でもこの前100人超えたんで、この前の前も100人超えたので、ありがたいことに、はい、なんかね、なんか
今回も100人超えましょう。あ、別に100人超えなきゃいけないってわけじゃないですけど、100人超えるとね、ズームの入れなくなっちゃうので、なんかいろいろちょっと対応が必要になってくるんですよ。はい。なので、人数の感じをちょっと見たいっていうのがあって、それで申し込みをぜひお願いしたいなと思います。はい。当日ちょっとパンクしてね、みんな入れないみたいになっちゃうと大変なので。はい。っていう感じで、それのお知らせと、申し込みは今日の夜に、この詳細とともにお送りしますので、そちら見ていただいて、参加お願いします。で、そのセミナーの後半はですね、エクスプラコミュニティの説明会になります。なので、コミュニティ随時入会できる、今、システムになっていないので、数ヶ月ぶりの、はい、募集をいたしますので、エクスプラのコミュニティ気になっていましたという方は、ぜひ、絶対参加していただきたいですね。この説明会で入っていただくということになるので、で、コミュニティは興味ないですという方は、中締めしますので、そのタイミングで抜けていただいて大丈夫です。はーい、おうち英語盛り上がってますね。いやーねー、おうち英語盛り上げていきたいです。はーい。ということで、今日はですね、告知に全振りした、はい、朝町ラジオになっていましたけれども、まあ、基本、全部ね、無料になりますので、はい。無料のものはね、もらって損はないということで、はい、もらってしまってくださいませ。最近4歳前の子供にあれこれ作ってと言われ工作予定が山盛り。またこちらの追加だ。ありがとうございます。こちらはですね、そう。この動画がありますのでね、お母さん。この動画を流していけば、勝手にではないですけれども、お母さんがね、あれこれね、指示をする必要がないっていうことになってますので、これ工作動画がついております。はい。ということで、私、やってしまいました。こんな大事な日なのに、YouTube との連動の配信を忘れていましたが、まあ、ちょっとそれはちょっと考えます。2分前ぐらいに気づいて、ちょっと冷や汗出てきました。はい。ではでは、今日も、ハッピーハロウィンですね。今日皆さん振り返りもしていきましょう。そして明日はですね、朝町ラジオ、お休みになりますので、また来週お会いしましょう。See you! Bye! あれ